うちらが留守にした時に、そうこうなんでここに座ってるかって こんな感じになってるかっていうと、あの映画のロケ で、10日間ぐらい家を留守にした時に、まず玄関がえらい変わってたんですよ。すっきりと綺麗に、うちの旦那さんがね、あの模様替えしてくれたんです。で、なんでこれがあるかっていうと、そのロケ現場の控え室に あった座布団なんですけど、実はその監督は A 六助さんのお孫さんだったんです。で、すごいね、座布団があったよ、 A さんのって言ったら、あれ邪魔ですからいいですよ、持ってってくださいって言われて、いやいや、そんなわけいかない、いいです、結局いただいちゃったんですけど、これはもう私たちにとっては宝物なんです。だからこれに座ることができない、だからどっかに飾ろうかと思って、とりあえず今玄関の本当はこう真正面に置くんですけど、後ろになんか置いてましたよ、社長が。さ、あの人平気なんだよね。そうそう、あの食事、あの普段結構悩みますよね、仕事で帰ってきて。私はね、あの別に何を食べたいっていうのはない。これ食べましょうって言ったらそれで、それでいいの、でもまあたまにやっぱりこれ食べたいなとかっていう時もある。時々ね、おお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 、来たね、乗っとるや。困るのはさ、何でもいいよって。そうだよ、めっちゃ困るじゃん。そうなの、なレパートリーがもうなくだいたい鍋か鉄板焼き、鉄板焼きでお好み焼きやったり焼きそばやったり、焼肉やったり、鍋ね、鍋はもうね、鍋好きね、あの解凍鍋ってうちのね。そうだいたい今日なんかネタないって冷凍庫とかバーッと食べて、そうするとだいたいそれでいいよって、やっぱりでも年取ってきたから何何だと、まあ、すいません、あのすごい栄養のことをなんか気にします。なこさんあんまりあの食事その食べれないから、バランスの取れた食事が食べたらいいなって、それはそれで、あの私は心配なんです。心配なの、いつも心配だって言って、そう言ってんだ、そうなんです。このバーガー早く増えとか思ってんじゃないのか。いや、うん、そうなんで、そうだっていやいや、違う、二人とも年取ってきたから、そうやっぱり量もあれだし、前に比べたらもう全然少なくなったよね、食べる、知ってるよね。なんで今日はそう、前にもやってもらった、あ、オイシックスだ、オイシックスでしょ、オイシックス来たね、来てたね、そうです、オイシックスは前さ、あのスープので、薄いな、あ、こういうもんなんじゃないの、そうそうそう、違ってたね、こういうもんなんだよって言ったら、あれ間違ってたの、一個ね、あの入れるの忘れた、スープに入れるの忘れたの溶けね。ちょっと落ち着いてやりましょうか。うん、落ち着いて、なんで、普段から落ち着いてるよ、私で、あの、なこさん落ち着いていますよ。お父さん、先生なんだ、いといと、お父さんが落ち着かないんだよ、落ち着かないんだよ、せっかちなんだよ、せっかちだよね、うん、今日やりますか、オイシックス、ね、うん、やってみる、やりましょう、今日は何だ、今日は何だ、ね、頼んだのは一応俺は11品かな、ワンセット11品が入ってるか、入ってるんですか、お母さんが好きそうなもの、うん、あと俺が今度食べてみたいなみたいなものを、俺が、俺だね、俺じゃなくて俺、お前ねてめえがね、貴様、貴様だ、貴様、そう、貴様はいい、いい、貴殿の貴に様だから、そうだね、うん、貴様が、そのままじゃ態度でかいで、貴様のために頼んだやつがあんねんてめえこの野郎あんまり乱暴なやつ言わないでください、すいませんでした、パッとしてください、すいませんでした、はい、はい、これですね、オイシックス、はい、オイシックスもこうやってセットで届くわけだ、はい、おビこれだ、ビビンバ、ビビンバ、前も頼んだね、そうだ、
美味しかったね。美味しかったこれ。ミニバーグデミ、うん、デミシチュー。はい。ケールのチーズナッツサラダ。はい。お、スンドゥブだ。スンドゥブ。あ、スンドゥブ。スンドゥブです。ずっと言いたくなかったね。ね、スンドゥブ。スンドゥブうまそうだね。うん、あれ、食パンが入ってますよ。前もこれ前もね、なんかね。入ったっけ？あったの。このね、なんかこだわり。それなんか冷蔵でいけるってやつでしたね。ミニポウインナー。そうですそうです。これサバ？あ、はい。これだ。サバみぞれ。このお菓子好きです。私大好きなやつ、ね。そうです。大好き。ふんわり滑らかご褒美プリン。ね。はい。これ。そうです。あの24種類の天然ハーブ育ちの生卵です。ミニトマトです。情熱。あ、この好きなんですか。ミニトマト好き。はい。これは人参です。いろんなどこで取れるかわかんないけど人参。これ特別、はい、特別なんです。ね。熊本県産だよ。こういう感じで。そうです、ね。それで裏にこうやって。はい、読んでいかいと思う。説明作り方ですね、うん、写真がついて、あ、それは分かりやすいですね、うん、これはここいらないのかな、根っこは、うん、よし、まあ、あんまりやらないですからね、普段私みんな、うん、あんまりっていうか、私全然だよ、私食べるだけだからやれる人ですけどね、すいません、んそれって何ですか？ん？その社長が持ってるやつ。これニラ。なんか混ざってませんか？え？これが2つ？これ。はい、どうぞ。そっちニラです。うん、なおこさんの方の。これが、ね、ネギだよね。よかった。手元映ってないから。映ってる、映ってる。全部映ってる。いかに俺はさ。これ違う。バイトの時にいい加減にやってたかな、これでタレも入れちゃうんだけどね、うん、すごくいい香り、あとで最後にここに入ってる、ある、少しネギは後からネギは後からだよ、ちょっと待って間違ったさ、豆板醤のさってこっちじゃないの、ね、そう、豆板醤ってこっちじゃないの、中華だしってどこにあるの、中華だしちょっと待って、そこへあ、中華だし小さじ1杯って書いてあるじゃん、ね、これ間違った、また間違ってんじゃん、これしくじってんのはいいよねうん、味がどうだったですよね、試食の時にどうも違和感があったんだよ、この上に俺もなんか思ったらすぐ言いましょう、重いもの入ったらえ、ここちょっとこっちは辛い方がいいんじゃないのと思いながら、お、辛っ、お、辛っ、自分がやったんだ、しくじってもお、辛反省点としては、はい、スープを先に作っといて、うん、で、こう一回火を止めて、でメインメニューをメインメニューを作って、はい、でこれその出来上がる頃にスープを少し温めるみたいな、うん、そうです、中火で3分ほど炒めます、はい、不安になっていつも不安だよね、なんかあのカレーの素みたいな感じだね、うん、入れて焦げてませんか、大丈夫、これも入れます、はい、それ水もいらないんだ、うん、水がいらないんで、そんな感じでいいんだ、俺のイメージとちょっと違うんだけど、どっかに水を足すって書いてないの水 250cc どこに書いてあるの、
道理でおかしいと思ってさあ、これで今日2つ分かった、ね、ミスりましたね。火を止めって書いてあるのね。うん、止めてね。人参を入れるタイミングを間違えてます。火を止めてから人参を入れるんです。あ、でも水を入れるタイミングが水のタイミングはどこだ、すべて間違えてます。お水はどこで、まず最初に入れるんです。あのじゃがいもとなんか入れるときに一緒に入れるって、一緒に入れて、そうですね、煮込むんです。そうですね、うん、皆さんもカレー作ったことなかったですよね。え、カレーありますよ。カレー作ってるね、毎分作ってた。だからさ、カレーは普通じゃない。これデミグラスソースのハンバーグなんてさ、なんか高級品になっちゃうからさ、動揺するよね。皆さんはうまくできますよね。ん、多分普通の方はできるよね。普通の人はできるよね。普通じゃないんで。ケールは根元を落とし食べやすい大きさに切る。はい、はい、いただきます。まずは、うん、あ、おいしい。あの、ちゃんとしてるよね、うん、って言いながら実はこれも失敗したんだよね。問題はね、はい、スープです。うん、あ、スープスープ、うん、そうだ、アレンジを効かせたやつ。おいしいじゃない。おいしいね。おいしいじゃない。ちょっとしくじったけど、おいしいですね。うん、子供にも食べる、食べる、もちろん、うん、うん、なかなか作らないものですよね。あの、デミグラはね、うん、作んない。作らないですね、なかなか、 なかなか。これはお父さんが失敗したやつ。なんかのね、順番、なんだっけ、途中で気づいたんだ。あのね、お水をまず入れてなかった。そう、それと人参は火を止めてから入れる。そう、うん、関係ないね。関係ない。あとからね、どこへ、サバみぞれ煮2切れ、2切れパウチで入ってる。で、それを湯煎するだけでしたね。あ、美味しい、美味しい。うん、これいただこう。いいですかね、じゃあ。これいいね、柔らかいし。これは俺なんか、ビールのおつまみで。すいませんね、なんか。嬉しそう。あ、本当だ、ビール飲みやがった。あんなにしくじってんのに。うん、なんか美味しい。あ、そう。でも、結果さ、全部うまくいった。ね、ちょっと、うん、ところどころさ、ちょっとミスったけど。ミスってこんだけ。ちゃんと美味しいってね。いいだね。すごいね。うん、これ一品ずつでもいいんでしょ。まあ今回はこれうちのお母さんが好きって言って選んだセットだから、それをなんとなくお母さんのセットとして安く提供するっていう。実はね、うん。単品で購入すると。こう一個ずつ。すみません、6200円ぐらいになっちゃうんですけれど、うん、それが今回ね、3月23日の9時59分まで1900円で、え、 68% オフなんですよ。すごくないですか、うん、数量限定です。 68% めちゃくちゃ安い。半額以下。別に会員とかそういうのになんなくてもいいんでしょ。そうです、会員になんなくても別になんなくても関係ないです。だから別にこれ一回頼んで、うん、別にそれでなんか、入会しなくちゃとかそういうのもないでもない、はい、だからいいよね。あ、それいいじゃん、うん、いちいち何が必要何が必要って買いにから進むから。そうだね、必要なものは全部大事が揃ってて、その材料も余らせて冷蔵庫に入れるところでもないから。でもこれってもう味付けがしてあるっていうのがすごいあれだなと。これだってこれももうあのドレッシングについてたわけでしょ。それがいいよ ね。そうだからちょっと困ったなとか、うん、あのメニュー毎日大変じゃないですか。大変だよ。子供さんがいるお母さんとかね、うん、お母さんとかさ
あ、そうだ、子供たちハンバーグ好きだからいいと思うよ。そうですね、手順なんか間違えたってすっごい美味しいんだもんね。そうですね。うわー、美味しそうですね。うん、これ飲み物だね、飲み物。すんごいと溶けちゃう。またじゃあね、今度またリベンジして。そうします。スムーズに作れるように、普通なら簡単にできるということで、はい、すいません。でも安心してください、はい、失敗しても美味しいです。です、ね、順番間違えても美味しいです。はい、ということです。はい、おいしい、おいしい、ありがとうございました。